昔はどうかは知らんが、トイレはしたたかもんよ。人が一回行く前はわしらに兵庫らしとったふぬけのチンピラだで。同じ豊橋の人間としてやっていくわけですから、ここは一つ。とにかくこの後の宴会が終わるまで待っとけ。来賓の親分衆に迷惑かけたらいかん。痛いか。平松一家八代目をぜひとも継承してもらいたい。しょうもないことでいつまでも世間様を騒がせるわけにはいきませんからな。この高市が言うとおりや、危険か。ここらで消えてくれ。よう乗れ三木よ。せめて男で死のうと思わんのか。